こんばんは。腐った果実っていうすごい目がでかくて可愛い女の子が出てくるらしいゲームをやっていこうと思います。なんかフリーゲームでそんなに時間も長くないっぽいので寝る前にやっちゃいたいなと思いました。イエーイ。ということで、スタート。わー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 、いつかの夢。これ喋らないやつかな。多分喋らないよね。よいしょ。俺は歩いている。男の子かな、主人公っぽい人は。歩く、地面を踏みしめ歩いている。歩くことについてもう悩んでるんだね。そうだ、確かに歩いている。これは歩行、足を交互に前に出して進む、当たり前にできる。空気が澄んでいる。時間は朝だろう。朝か、朝にしては結構なんか霧かな、霧が深い日だね。ずいぶん長く歩いているようだ。サクサクと草を踏み分ける感触、たまに砂利の凹凸の感触が混じる。やがて足がアスファルトの硬さを感じる。舗装された地面、たたたたた、にぎやかな複数の足音。俺とすれ違い向こうに駆けていく子供たち、高い笑い声が後から追いかけてゆく。よいしょ。どうやら住宅地に着いたようだ。人嫌いな俺は普段出入りしない区画だが、気まぐれで足を伸ばしている。俺たちの根城の周辺は住宅地から外れにあり、最近は都市開発で退去命令が出たりなんだりで随分閑散としてしまっている。人間が多いところには当然飲食店も多い。確かに俺たちが効率よく食料を得るためには、この活気のある住宅地まで赴かなくてはならない。街が動き出す。住宅地の連中は朝支度中のようだ。各住居から人がわらわら出てくる。送り出す声、送られる声。仕事、仕事、通学、きっといろいろだろう。あまり近づきたくないな。ニートかな。喧騒を避け、人通りの少ない脇道に入る。そう、ニートとかをねしてるときね、あんまりやることある人のね近くにいたくないよね。この道が確か飲食店街への近道のはずだ。うつむき己の足元を見つめて歩行する。俺はいつもそうだ。顔を上げる理由が特に見当たらないから。不意に違和感。今横目に通り過ぎた家の窓、明るい住宅地に一つ明かりのついていない家があった。でも朝なら別についてないこともなんとなく気になり、立ち止まって顔を上げ窓を覗く。俺は背が平均より高いので、低い出窓の中をやや見下ろす形になる。明るいのがいい？野外と、窓の中の暗さの対比。反射して窓には俺の黒ずくめの姿が映る。中はよく見えない。
視線を動かすと部屋の隅にキラキラときらめく2つの光がある。ひときわ明るいその2つの光以外にも至るところに光を反射するもの。何かの動物の瞳だろうか、それとも宝石か何かだろうか。小さくでも確かに輝く2つの光はこちらにしきりに何か訴えているかのように感じる。他の小さい光を従え、控えめにかつしっかりと存在感を示している。俺は目がいい、やめも聞く、いいね。暗い室内、動物であったなら猫か何かか、それとも人間の子供。目を凝らす、もう少しで判別できそうなところで2つの光はさっと消えてしまった。猫か、俺は猫が苦手だ。猫が苦手な人いるんだね。ツイッターではあんなに毎日愛されまくってるのに、やつらはズーズーしいからな。なるほど。周りの小さい光はどうやら様々なアクセサリーのようだ。ずいぶん散らかった家だな。お、私と一緒じゃん。俺はしばし目を奪われる散らかり具合に。数秒か数分か、あの二つの光をしばらく探したが、俺は自身の目的を思い出し、不可思議な窓に背を向け、住宅地を足早に抜けた。ポツンと一つだけ光のない。でも中に、開始って押してなかったかも。まあいっか、序盤だし。ポツンと一つだけ光のない、あ、ログ見るか。俺は歩いている。そう、なんかこの主人公の方がずっと歩いてて、で、なんか食べ物を買いに行くかなんかで飲食店街に行こうとしてる途中で、窓がね、気になる家が一軒あって、そこを今眺めてるところですかね。俺は薄く目を開く。周囲は薄暗がり、視線を動かし雑多なねじろの隙間から外の景色を覗き見る。まだ眩しいほどではないが、少しずつ朝焼けが東の空に滲むように広がり始めている。寝すぎたか、妙な夢を見た気がする。え？夢？歩いてる夢を見てたってことですか？まあ夢は夢だ。きっとすぐに忘れてしまうだろう。夢によるっすよね。ガヤガヤと友達たちの喧騒が耳に飛び込む。基本的に早起きなやつばっかりなので、すでに想像しい。俺は朝は弱い方だ。いつも寝坊する。いや、朝起きるのはね、大変なことだよね。仲間内では寝坊するやつは大変珍しいらしく、すっかりアウトローのレッテルを貼られている。仕方ない、起きるか。そんな朝起きれないだけでアウトローと呼ばれてしまうんだね。全身の気だるさを押し殺し、重い体に鞭打ってなんとか起床する。春先だいぶ暖かくなってきたとはいえ、早朝はまだ少し肌寒い。それはそうだろう、まだ日も昇りきっていないのだ。俺も十分早起きの範疇だと。え、早すぎじゃない？さて、起きてまず俺たちがやることと言ったら、いつもの食料を探すことだ。生きるために食べる、食べるために食べるものを探す。これはいわゆる生物につきまとう回避できない定常処理、日常のメインルーチンだ。
仲間たちは次々と出かけていく。朝焼けに彼らのシルエットが映し出され消えていく。集団生活に重きを置く俺たちだが、朝には集会などはない。それぞれが好きなタイミングで根城を出る。最近は食料調達の効率がいいとかで町の方に出向く仲間が多い。当然生き物が集まるところは食料も豊富だ、うん、だが俺は町は好きじゃない。まあ、最近はねやっぱ町人混みとかね避けた方がいい感じだしね。ゴミゴミとして広々とした空間が感じられない。窮屈なコンクリートの建物が高く高くひしめき合っている町。あの自然では発生しえない妙に生ぬるいビル風、アスファルトの地面から登り立つ不快な熱気、そして人、人、人。どうにもすべてに息が詰まってしまい、俺は好かない。なるべく街中に行くのは避けたいところだった。ほい。しかしどうするかな？どうしよっか。一つ思い立つ。お？今日は久しぶりにあそこへ行ってみるか。どこかな。あそことは、俺たちの行動圏縄張りのギリギリ隅にある寂れた河川敷。お、あらすじに書いてあった。それなりに距離があるので往復するのはしんどいため、仲間たちもめったに訪れない。何よりそこにはろくな食料がないのだ。食料目的ではないということですか？俺がまだ小さな頃は犬を連れた散歩の人だの、ジョギングする人だの、談笑する学生だの、たくさんの人や動物、生き物にあふれていた記憶があるが、今は都市開発かだかで区域ごと立ち入り禁止になっている。あら。しばらくすると、しばらく移動すると、まだ薄暗い陰気な雰囲気のその場所へ到着する。一角がフェンスとプレハブで雑多に覆われている。朝の空気で辺りはしんと静まり返っており、虫の鳴き声一つ聞こえない。この場所に今や生き物の気配はない。まあ立ち入り禁止区域だかなんだか知らないが、そんなことは俺には無関係だ。知ったことではない。俺は悠々とフェンスを乗り越えた。随分と荒れているな。俺自身小さい時訪れて以来のこの場所。今やかつての生き物たちの団らんの場所ではなくなっていた。不揃いに高く伸びた草に一面覆われ、木くずやゴミや廃材やなんだかよくわからないものが点々と投棄されている。この河川敷の川は時期によっては雨で水高が上がり一部冠水することがある。その時にいろいろと流れ着くものもあるのだろう。なるほど。とりあえず一通り散策するか。ガラス片、ゴミ、果物、ゴミ、木くず、紙くず、ガラス片、果物、木の実。ふむ、収穫は少し。当たり前だ。生き物が長らく存在しない場所に新鮮な食べ物があるはずもない。分かっていたはずだ。何やってるんだか。こんなことばかりしているから仲間内でも水凶なやつと言われるのだろう。アウトローで水凶なやつなんだね。気は進まないが、改めて町の方に出向くしかないか。俺はため息をつき、キビスを返した。その刹那？甘い匂いが？鼻先をかすめる？今まで嗅いだことがないほど深く甘美な香り。どんなんだろう。果物か何かかわからないが、間違いなく上等なごちそうだろう。匂いの元をたどる。こっちからだ。この閑散とした河川敷の中のさらに死角となっている場所。通りの方からは完全に隠れている。奥まってくぼんだ一角。そこまで行くと不意に視界の端をかすめる鮮烈な白。
気づいたら明るくなりだした空からの光が不自然に白く光るものを映し出す。陰気に沈み、生命の気配のおおよそない河川敷。一面の土色、草色の中に白く切り取られた、それは視認すると同時にさらに強烈に鼻孔を満たす甘い匂い。なんだあれは。俺は昔からキラキラときらめくものが好きだ。お、いいじゃん。なんだかどうしようもなく惹かれる。確かにね。光るスバルとかめちゃくちゃ良かったよね。きっと無彩色に沈んだうだつの上がらない自分にはないものだからだ。得られないものだからだ。そんなことを考えながら吸い寄せられるようにその白に近づく。細い真っ白な枝のような、これは腕のみ？マネキン？流れ着いたのか？軽く触れるとふわりと柔らかい。柔らかい？ポポちゃんみたいなやつかな。まさか人の腕か？大変だ。俺は全身を使い真っ白な腕の周りの泥を跳ねのけ始める。もし深く深く埋まっていたら俺に掘り出せるのか。一瞬不安になる。もうなんか切れちゃったパーツじゃなくて繋がってる気配があるやつだね。いや今はそんなことを気にしている場合じゃない。つくづく俺の悪い癖だ。しかし俺の不安をよそに拍子抜けするほどすぐに土の感触は変わり柔らかいものに触れる。その白いものには思ったよりはかなり浅く土がかぶせられていただけだったようだ。土がザラザラと裂けてゆき、はっきりと白いシルエットが現れた。俺は息を呑む。多分全体の半分ほど露出した白い何か。最初の印象は少し恐ろしかった。生物は己の姿を模した無機物の写し身を過剰に不気味に、あるいは愛しいと感じることがあるという。俺は人形を不気味と思ったことは今までなかったが、今その感情を少し理解したかもしれない。美しく整い動かない白い何かは性を感じさせず、無機質な人形の不気味さを連想させた。しかしこれはマネキンでも人形でもなく、紛れもなく人間の少女。しかも年端もいかない子供に見える。あどけない顔はとても小さく、体は痩せている。泥に汚れてはいたが、少女らしい装飾のついた豪華な白いワンピースが華奢な体を包んでいる。豪華なワンピースの人が埋まってるってこと？少女の全身を視界に入れたと同時に、俺の頭を朦朧とさせる甘い匂いがひときわ強まった。頭がクラクラする。いや、今はそんな場合ではない。おいおい、大丈夫か？華奢な肩を必死で揺さぶる。やがて少女のまとう白が、彼女の全身が、ひときわ強く光ったような、頭の奥がしびれるような、グラグラとめまいがするような、絵も言われぬ感覚。ムービーというか演出がちゃんと入っておられる。あーかわいい。彼女はゆるゆると目を開いた。風がザーッと音を立てて強く吹き抜ける。俺はなんとか声を絞り出す。よかった、気がついたのか。少女は重そうなまぶたを閉じたり開いたりしながら焦点の定まらない瞳を揺らす。やがて大きな瞳がゆっくりと俺を捉えた。めちゃくちゃ文章とマッチした目の大きさだね。めっちゃ大きいもん。あー、お外を。
少女は小さく咳き込む。あーな、土に埋もれてたから砂とか入ってたらね。無理して喋らなくていい。そうだ、こういう時は多分まず水だ。水を飲ませないと。土に埋まっていたのだ。多分喉が渇くだろう。確かにね。俺は土に埋まったことはないから確証はないが、私もないんだよね。実は川を見やる。少量の水なら近くの川から運んでこれる。それって沸騰とかさせなくていいの？俺はすぐに川まで飛んで行き、水を汲んでトンボ返りする。飲めるか？少女はこちらをぼんやり眺めたままだ。参ったな。仕方がない。彼女の唇あたりに少し水を垂らしてみる。少女は水の冷たさに小さく反応したように見えた。少女の小さい唇を濡らす程度の少量の水は喉を通ってはいないようだ。だが少女の揺れる瞳は焦点を持ち、鈍く輝いたようだった。一瞬刹那に触れた彼女の頬はひんやりと芯まで冷たく、しかしどんな熟した果実より柔らかかった。めっちゃ柔らかいんだね。ふにゃふにゃだもんね、熟した果実って。なんとも形容しがたい、いい匂いがする。冷たいなあ、具合はどうだ？もっと水を汲んでこようか。彼女はゆるゆると首を振る。いらないようだ。水の伝った口元を気にしているようだが、まだぼんやりと視線を上げ、その瞳に俺を映す。あのね、なんだか冷たいの。寒いのか。春とはいえ最近のこの辺りの気候は極端だ。あー確かにね、さっきまで夏だったのに急に秋になっちゃってね。春や秋など過ごしやすい気候だった季節は今やどんどん消えていっている気がする。かなり暖かくなったと思えばまだまだ冷える日もある。確かに早朝というのもあり今もやや肌寒い。いやーそう、朝マック6時に行った時も結構寒くてびっくりしちゃったよ。半袖だったし。こんなところにずっといたであろう彼女の体が冷えてしまっていてもおかしくない。と言っても俺は彼女に課せる浮気などは持ち合わせていない。君、家は寒風摩擦じゃない？君たちには家があるんだろ？この辺だとすぐそこの住宅地とか。少女はキョトンとしている。家がわからないのか？家、ね、次郎休みか家族や仲間がいるところだ。彼女の顔がわずかに曇る。家族、家、お家にいたといたの。ぎこちないながらもやっと要領を得た返答に安堵する。そうか、場所がわかるか。少女は少し考えるような素振りをした後にゆるゆると首を振る。彼女は記憶がない？ショックを受けているのか？こんなところに埋まって寝ていたことに関係がある？あーでも家の場所、私もいつも Google マップで検索して家帰ってるからね。外見より挙動が幼い様子だ。常に半分眠っているようなまどろんでいるような少女。なんだか心配になるが、残念ながら俺には病のこと、専門的なことは全然わからない。とりあえず俺にできる範囲の建設的な提案をする。えらい。この先に無人の廃アパートがあるんだ。とりあえずそこに行かないか。この辺りはギリギリ行動圏なので、雨などをしのげそうな場所の目星はついている。俺が案内できる範囲で彼女が快適に過ごせそうなところを提案する。私、行かない。確かに知らない人についていかない。
初めてはっきりと意思を示す彼女。しっかりした子だ。ここにいたいのか。少女は答えない。肯定ということか。そうか、困ったな。日差しが強まる。見上げると太陽が高い位置まで昇っている。昼になりつつあるのだ。何にせよここにいても俺には少女に必要なものは得られない。俺は立ち上がる。地面に縫い付けられたかのようなこの少女を大きく見下ろす形になる。こうして見ると本当に痩せ細っていて、まるで縮んでしまったように小さく頼りないシルエットだ。めちゃくちゃ小さい。彼女を見下ろす俺の視線、それと昼の日差しを上から浴び少女の瞳がきらめく。彼女は少し顔を上げ俺をまっすぐに見つめた。彼女の瞳には空を背にした俺が映り込んでいる。ずっと眠そうにまどろんでいた彼女のその目に初めて少し光が宿ったように見える。目があったまま沈黙。俺はだんだんいたたまれなくなる。君、年を。我ながらすっとんきょうなことを聞いてしまう。俺が彼女の生きている年数を把握したところで何の意味があるというのか。まあ、共通の話題見つけたりね。彼女はじっと何かを考えているようだ。探り探り思い出しているようにも見える。10、11歳。ピチピチだわ。俺は彼女のような年頃の子供に個人的に縁はないが、おおよそそれくらいであろう年頃の子供が根城の近くの公園で遊んでいたり、近くの学校に集団で通っているところをよく見る。彼らと同じくらいの年頃ということだろう。彼らはこんなにも細く、そして消えりそうに小さかっただろうか。食べ物が足りていないのか。それとも君はここから動きたくないんだよな。小さくうなずく。動かない少女、動けない少女ならば、この場を少しでも彼女が居心地よくしてやるしかないだろう。暖を取れるものを運ばないと。おお。取り急ぎこの辺りで集められる暖を取れるものか。俺は目がいい。そうね、さっきも言ってたもんね。見通しのいい河川敷だ。この辺一帯移動しながら見渡せば全域に何が落ちているかは大体把握できる。あー、目がいいね。一通り河川敷を旋回して散策。段ボール、木くず、なんかの布切れ。大したものは集まらなかったが、まあないよりマシだろう。彼女の周りに一つずつ運んでくる。彼女は特に興味もない様子で、相変わらずぼんやりと空を見ている。さて、あとは食料か。俺は再び広く辺りを見渡す。俺たちと同じ食料を彼女が好むとは限らないが、まあ可食物は可食物だ。今にも枯れそうな木からわずかに実った果物を見繕う。この果実はあの少女と同じ年頃の少女が食べているのを見たことがある。根城近くの通りで下校中の子供たちが食べてふざけ合っていた。ということは食えないこともないはずだ。俺は目には自信があるのだが、いかんせん鼻は弱い。ほう。ゆえに植物の味や炒め方には点で頓着がないのだ。あー、食べたことないやつとかだと特にね。なんかもともとそういう味なのかなとか分かんなかったりするしね。俺たちは腹も丈夫なので多少雑なものを食べても大丈夫だが、彼女はきっとそうではないだろう。俺の提供する果物が彼女の健康を害さないか心配だ。色合いや張りを見て、なんとか都合の良さそうな実を識別し、数個彼女の元に運ぶ。少し放っておいてしまったが、相変わらずにぼんやりと視線だけを動かしている彼女。動いた様子はない。
目の前に置かれた果物を不思議そうに見つめているが、ふいっと興味なさげに視線を虚空に戻してしまった。しばし悩んだ後、彼女の前に果物を置きっぱなしにすることにした。今は食べたくないだけなのかもしれない。匂う。なただ。彼女に近づくたびかすめる甘い匂い、果物からではない、多分彼女からだ。どうにもこの匂いを嗅ぐと頭がぼーっとする。というか、俺の鈍い鼻が今までここまで強烈な匂いを感知したことはあっただろうか。記憶にない。それぐらい強い匂いだ。めちゃくちゃ匂ってるってこと。なんだろうなこの匂い。ひとりごちる。彼女からの返答はない。しばらく彼女の様子を見ていたが、やはり果物には手をつけようとはしない。俺に見られていると食べにくいか。あー、そういうとこはあるかもね。きっと年頃の少女にはそういうこともあるのだろう。長い沈黙、風の音。日は一番高い位置からすでにやや傾いてきた。動く俺の影が彼女の上に落ちる。今俺にこの場で彼女のためにできることはそうこれ以上ない。一度退散するのがいいだろう。どうかけ声をかけたらいいか分からず、俺はしばし逡巡した後、また来る。そう言って立ち上がった。少女の目線から一気に高くなった俺の姿を少女はハッとしたように見上げた。俺の姿がくっきりと彼女の顔に落ちる。ん？俺の影っつった？俺の影が落ちるね。俺の目には彼女の瞳の中の俺まで鮮明に目視することが可能だ。目がいいアピールがすごいよ。うだつの上がらない俺のシルエットがはっきりと認識できる。吸い込まれそうな光のない瞳、その周りを縁取る長いまつげ、そして彼女の瞳に映る俺、黒、しみったれた姿だ。俺はいたたまれなくなり、逃げるように素早くその場を離れた。背中に視線。彼女の目線が俺を追ってきているような感覚。あの甘い匂いの残り香が全身にまとわりついているような気がする。自分の食料を探し、しばらく雑事に動き回ると、あっという間に日が暮れていた。なんだか集中できず、ろくなものが見つけられなかった。まあ一日ぐらい食べなくても死にはしない。そうしている間にも、彼女のことが頭から離れない。彼女はどうしているだろう。またぼんやりと虚空を眺めているのだろうか。気になったが、俺はこの後仲間と合流しなければならない。そう、これはルーチンだ。メインルーチンの一つ。日没前には仲間たちの集まる集会所に行く。とにかく日没前には集会だ。俺たちは大きな信号のもとに動いており、その定常処理からは逃れられない。体が道を覚えている。俺は集会所に向かった。いつもの集会所はこれまたいつも通りガヤガヤとうるさい仲間たちで充満している。誰がいつ決めたルールなのかもはや知る由もないが、とにかく俺たちは一日の終わり、夜の帳が降りる前にこの集会所に集まる。ここではみんながそれぞれ好き勝手にしている。水浴びしてるやつ、談笑してるやつ、何か食ってるやつ、ストレッチしてるやつ、こちらを見下げてるやつ。俺がいる場所は多分1階にあたる。この集会所はかつて大きな商業施設だったらしい。俺が生まれる前の話だ。今や崩れかけ、ほとんど廃墟だ。中心に大きな吹き抜けがあり、空が露出している。上の階まで仲間が至るところにいるのが見渡せる。そんな中、こちらに向かってくる影。のんきにイチャイチャと水浴びをしていた男と女が体をも乾かさずこちらに近寄ってきた。え、絡まれる？水滴がパラパラと彼らの足元に落下する。
慣れ慣れしい男さん。おいお前どうした、いつにも増して心機臭いぜ。彼とは同世代で昔から何かとちょっかいをかけてくる。悪いやつではないのだがいかんせん鬱陶しい。放っておけ、慣れ慣れしい男さん、そういうなって。昔から付き合いがあるのに慣れ慣れしいという印象が第一に来る。慣れ慣れしい男さん、こっちは毎日娯楽といったら水浴びだのおしゃべりだのばっかでさ、ちょっと喋り方が難しい。退屈してるんだ、わかるだろ。なんか面白いことがあったなら聞かせるよ。いつも集会に遅刻してくるお前が今日は少し早かった。何かあったんだろ。早い、そういえばそうか、いつもはギリギリにまでダラダラしているのだが、今日は彼女のところから逃げるようにここに来てしまったからな。面倒だが、まあ少しなら話してみるのもいいか。なんとなく彼女のことが詳細にこの仲間たちに知られるのははばかられるので、ある程度ぼかして話せばいいだろう。そんなことができるんですか。どうせこの二人は近々この集落を離れるだろうしな。なんで？女の子に会った。はあ、女の子？あー、まあそりゃ会うだろう。この通りこの辺にも女の子はたくさんいる。ここにも最高の女がいるしな。慣れ慣れしい男さん。彼は横の女と顔を見合わせる。女は嬉しそうに彼に捕まる腕をぎゅっと見せつけるように組み直し、しなだれかかっている。彼女も顔見知りだ。この男同様品がなくて俺は苦手だが。ああそうじゃない、違うんだ。俺たちとは違う、違う女の子だ。口下手な俺はすでにしどろもどろしてしまう。はあ、違うってどう違うんだよ。どう違う？言われてみれば彼女と俺はどう違うのだろうか。なんというか彼女はいい匂いがする。え、ちょっと匂い情報から入るのはちょっとどうでしょうね。彼はやや面食らったような顔をした後、けたたましい声で笑い出した。あひゃひゃ、あひゃひゃひゃ。はあ、失言だったな。だからこいつらと会話するのは嫌なんだ。はあ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 、ああ、普通の笑い方だった。すいません、慣れ慣れしい男さん。彼は耐えきれないと言ったように笑っている。隣の女も楽しそうに笑う。何がそんなに面白いんだ。いいじゃん、面白いんだから。はあ、春、何のことだ。そうか、こいつが言っているのはお前も年頃だろう、そういうことさ。まあその子でも何でもいいからさっさとつがいを見つけろよ。こう、俺はこれでもお前を心配してやってるんだぜ。俺も彼女と初めて出会った時はそりゃ甘い匂いがしたものだな。彼は横の女に会話を振る。男にしなだれかかっている女も口を開く。そうだよ、あんたいつまで独り身なの。もうそんな話やめときなよ。なんかツイッターでトピックスとかで取り上げられちゃうから。出た、俺の苦手な話題だ。うちらと同期でつがいがいないやつなんてあんたくらいのもんじゃない。そろそろやばいって。同年代のやつここらにもう少なくなってるしね。まあその彼女はなんとかものにしないよね。はは、違いない、頑張れよ。つうかあんたさ、顔は悪くないのに愛想がなさすぎるんじゃないの。顔が悪くない、顔が悪くないってことはイケイケじゃん。顔がいつも猫背で暗いしさ、こっちまで心機臭くなる。それは好きな人いっぱいいるでしょ、オタク。おいおい、俺の方が顔はいいだろう。やだ、嫉妬、当たり前じゃん、あんたが一番よ。はあ、俺はため息をついた。ギャーギャーと
ギャーギャー言ってなかったけどね。およそ笑い声とは思えない大音量で二人がわめき合い、イチャつき合う。全く想像し、こちらの一挙一動をイチャつくネタにされちゃかなわない。こいつらを含めて同じ年頃の仲間たちは、ここのところバカの一つ覚えのように繁殖のことばかり口にしたがる。こいつらにうっかり彼女のことを話してしまった己の愚かさを呪いながら、俺はその場を逃げるように離れた。散々聞き慣れているとはいえ、背中を追いかけてくる仲間たちの笑い声が今はひどく耳障りだ。全然向いてないじゃん、このコミュニティに。この人だけがくだらない。俺は喧騒から離れ、早々と根城に戻ろうとした。集会といっても何か報告するわけではない、ただ集まるだけだ。え、集まりさえしたらそれぞれ自由に根城に戻っていい。人数確認みたいな、点呼。とにかくそういうシステムなのだ。老いた男もいるの？若者だけかと思った。君にも意中の相手ができたなら、まず贈り物をすべきだろう。上から突如声が降ってくる。高い位置で体を遊ばせる行為は俺たちの中ではかなりメジャーな暇つぶしだ。水遊びの次ぐらいに。彼は比較的若者の多いこの集落の中ではかなり年老いた男だ。たまにこういう出戻りがいるのだ。このじいさん行儀がいい印象があったが、盗み聞きとはぶしつけだな。だが贈り物という彼の言葉が俺の頭に引っかかった。贈り物、そうだよ。例えばどんなものを。老いた男は笑う。お前さん選べるほど物を持っているのか。持っていない。俺の寝床にあるもので人に贈れるようなものは。そうさね、大事な人への贈り物はキラキラきらめくものがいいね。キラキラときらめくもの。私も今日はキラキラときらめくね、折り紙をいただきましてね、お誕生日プレゼントに。そういうやつかな。彼は言うだけ言って満足したらしく、もう気配はない。もう気配がない。早いね。集会所も気づけば仲間たちの気配は消えていた。早いね、みんな。解散が。俺たちは皆、去るときは一瞬なのだ。俺も根城に向かおう。え、なんかめちゃくちゃホラーな空間。集会所からそう遠くない場所だ。俺のテリトリーは物がない割にどうも小汚い。ザラザラと親しき者の感触、足に当たる雑多なもの、ろくに掃除もしていない。そう、あのね、段ボールがめっちゃ来るからね、それがね、あの積み重なって部屋に置いてあるから当たるんだよね。あとペットボトルね。独身の男の寝床なんてどこもこんなものだろう。数少ない収納場所から宝石箱を取り出す。あら、そんなものが。大したものではない。少し飾り系のある小物入れ。あるだけすごいよ。だが俺は心の中で宝石箱と呼んでいる。柄でもないが、昔から本能的に光物が好きなのだ。これも拾い物だ。価値はわからないが、小ぶりで品がよく、とても気に入って持ち歩いた。中にはコツコツ集めたキラキラときらめくものが入っている。大小さまざまな石やガラス、ネックレス、ピアス、指輪。あ、そういうの管理できるのすごいよね。えらいね。価値は不明。高価なものもあれば、ただのゴミ同然のものもあるだろう。河川敷の彼女を思い浮かべる。真っ白い彼女。彼女がキラキラときらめくものを身につけたら、白の中に鮮烈な差し色となるだろう。どんなものが彼女に似合うだろうか。誰かに似合うかどうかという観点からコレクションを品定めするのは初めてだ。なかなか悪くない。ぺこぱさん。
もちろん差し出したところで受け取ってもらえないかもしれない。これは俺のただのエゴだ。おお、理解しているタイプの方だね。でも彩女の白に彩りが入った情景をつい見たいと思ってしまう。一つ手に取る。よし、今日はもう休もう。確かに、もうね、3時前だからね。明日は俺には大きな目的があるのだから。なんだろう。贈り物かな？わわ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 わ、出会った日の夢。俺は河川敷に彼女といる。何をしていたところだったかうまく思い出せない。とにかく彼女も俺も河川敷にいるのだ。俺はぼんやりと川を見つめている。そこそこに汚い都会のドブ川が見える。別に眺めていても面白いこともない。だがそよそよと春らしい風が吹いている。こっちは悪くない。彼女は定位置にいる。俺の背後、河川敷の中腹通りから死角となっているあの場所だ。彼女の視線が背中に刺さっている気がする。俺は書斎投げに腕を上げ伸びをしたりする。俺は何に緊張しているのだろうか。後ろから鈴の鳴るような声がする。鈴の鳴るような声ってどんな声だ。俺は振り返った。昨日習字寝転びっぱなしだった彼女はしゃっきりと上半身だけを起こし、まっすぐ俺を見ていた。ねえ、起こしてちょうだい。俺はしばし面食らった後、弾かれたように彼女に近づいた。君、起きるのか。もちろん、だってこんなところにずっと寝ていたらせっかくのおべべが汚れちゃう。白いしね。でも土に埋もれていたならもう汚れているのでは。確かに彼女はとても綺麗な服を着ている。俺は女性の服には詳しくないが高級そうな素材だ。さまざまな色に刺繍が反射して光る豪奢な白い布がたくさん重なっている。袖口にはフリルやレースがあしらわれている。左に合わせられた胸元には大きな花のブローチ。スカートは大きく広がっている。俺は改めて見とれてしまった。服全体がキラキラきらめくものだ。同時に己が恥ずかしくなる。俺は着るものにとんと無頓着で、ほとんど着たきりの黒いボロ切れのような服をまとっている状態だ。清潔感もあまり感じられないと思う。風呂には入ってるが、風呂に入ってるなら清潔ですね。まさに行水といった感じだし、匂いもあるかもしれない。いや、風呂に入るのはめちゃくちゃ偉いからね。そうこう考えているうちに、それ以上彼女に近づくことができなくなってしまった。自分が近づくだけで彼女、いや彼女の召し物が汚れるような感覚がして気が引けてしまったのだ。いや、風呂に入ってるなら自信を持った方がいい。ねえ、早く来てってば。彼女が頬を膨らまし歌うようにさえずる。髪がぴょんと跳ねる。年相応にくるくる変わる愛らしい表情。機嫌を損ねてしまうのは気が引ける。俺は慌てて彼女の元に走る。彼女はムッとしながら細い手を限界まで伸ばし俺を見上げている。どうやら起こしてくれというジェスチャーらしい。横たわる小さい彼女を至近距離で見下げる俺。己と彼女とのスケール感の違いに驚く。あの吉本新喜劇のやつだね。見下げてごらんのね。まるで自分が巨人になったようだ。俺は彼女の前に立つ。俺は集落の仲間の中でも背が高い方だ。小さな彼女を大きく見下げる形になる。俺は少し戸惑った後、彼女を抱えてそっと起こした。読めない。直接ガランドウかな。ガランドウの骨を触るようで肉感はまるでない。少し力を入れたら砕き散ってしまいそうだ。本当にこの小さな入れ物の中に臓器が詰まっているのだろうか。じゃあ詰まってないかもね。かすかだが
確かな布越しの暖かさが手に伝わってくる。あーかわいい、えへへ。彼女はハニカム、ありがとう。彼女は俺の手につかまると予想より勢いよく上半身を起こした。小さく軽い彼女に体重を預けられてびくともしないが、彼女が安心して掴まれるように反射的に手に力を込める。ぴょんと彼女が立ち上がる。立ち上がったがとても小さい。彼女は俺の顔を見上げ突如不満げな顔になる。なんだ、当たっても私の方があなたより背が低いんだ。心底がっかりした顔で彼女は言った。当たり前だろう、そう言いたくなるのを耐える。俺はしばし逡巡し、軽くしゃがんで彼女と視線を合わせてみる。昔住宅地を通るとき、子供にこうやって話しかける大人を見た気がしたので真似してみたのだ。子供や動物にはこうして目線をしゃべ、え、あ、み、め、め、あー、目線を合わせて喋るといいとか。あー、子供扱いしてるー。彼女は明らかに不服そうな顔になり、ぷいとそっぽを向いてしまった。ご機嫌斜めになってしまった。慣れないことをやるもんじゃないな。彼女はわざとらしくため息をついて、呆れたようにこちらに向き直る。あなたが小さくなるじゃなくて、ほら。彼女は手を伸ばして、俺の方をペチペチと叩いた。私が大きくなるの。彼女の言わんとしていることが鈍い俺にも伝わる。力を入れすぎたら壊してしまいそうだ。慎重に。キラキラときらめくものを扱うように。腐りかけの果実を運ぶときのように。俺は慎重に彼女の体にそっと手を添え、ゆっくり抱き上げる。羽のように軽い彼女。大して力を入れなくても一気に持ち上がった。心地よい程度の重量が腕の中にスポンと収まる。わー、高ーい。満面の笑み。たったこれだけのことで彼女はまるで世界を手に入れたように笑っている。俺には常に見えている当たり前の視界が彼女にはとても新鮮なようだった。地面がこんなに遠いなんて、お空がこんなに近いなんて、彼女は歌うように言う。あなたの見てる世界ってやっぱり綺麗なんだね。俺と彼女は確かに大きな身長差があるが、地面までにしても空までにしてもその距離は大して変わらないはずだ。しかし彼女にはとても大きな差らしかった。俺はどうしたらいいのかわからず、しかし彼女が笑っていることに確かに幸福感を感じながら、彼女の重さを腕に感じ同じ景色を見ていた。風が吹く心地のいい春風だ。彼女の横顔、長い髪が大きく舞い上がり、たなびくにもまた、あーしてもらいたかったな。よく聞き取れない。あーもうあなたみたいだったらよかったのに。彼女の表情が曇る。それを見て俺の心も曇る。彼女は一体どうしたのだろう。なぜか俺が痛くしてしまったのだろうか。あ、どこかね。どこか痛くしてしまったのだろうか。俺は聞き返そうとして彼女を見やる。あ、怖い家。今日は昨日より明らかに早い気象。まだ世界は薄暗い。こんなにも早く目覚めたのはいつ以来だろうか。寝坊ばかりの俺の誰よりも早い自然気象。今の俺には目的があるからできたことだ。気がせいてしまって本能的に体が早く目覚めたのだ。身支度もそこそこにさっさとねじろう出る。やっと起き始めた仲間たちの相変わらず騒々しい声を背中に、昨日見繕ったキラキラときらめくものを掴んで彼女の元へ向かう。自分の彼女への感情はまだよくわからない。
彼女に贈り物をしてどうしたいのだろう。あの小さな少女に俺は何かしらの欲求を潜在的に抱いているとでも言うのだろうか。そう考えると自分がひどく気がらわしく思えた。すぐネガティブな思考にとらわれてしまう。まあね、そういう時あるよね。彼女にはきっと俺の助けが必要なのだ。今は思考を振り切り河川敷に早く向かおう。春先にしてはやや薄ら寒い。通り全体が霧がかかったように白みを帯びて見える。心地よい早朝の澄んだ空気だ。河川敷が見えてきた。不意に昨日の出来事は全て俺の妄想あるいは幻で、あそこに彼女はもういないのではないかという不安に駆られる。お腹すいたが、不安をよそに白く切り抜かれたようなその姿は変わらず今日もそこにあった。変わらずというか全く動いていない。彼女は昨日のままだった。彼女の前に到着する。ゆるるりとこちらを見上げる淡い瞳。鼻孔を甘い匂いがくすぐる。匂いは昨日より深く甘く強まっているように思える。クラクラする抗えない何かを感じる。そういえば俺は彼女にかまけて昨日はろくに物を食べていない気がする。え、彼女が腐っているということ？突如強烈な空腹感。そう、私も今なんか食べたいと思っているよ。めちゃくちゃ共感している。彼女は昨日俺が集めてきた雑な防寒具というにはお粗末すぎる代物だがに変わらずくるまっていた。やはり寒かっただろうか、なんだか申し訳なくなってくる。もっといい環境にしてやりたいが、彼女が動きたくないという以上俺にできることは限られてくる。とりあえず持参したものを彼女の目の前に置く。これ会って翌日にいきなりなんだというのだと思われそうなのは承知していたので、気恥ずかしさから投げるようにぶっきらぼうに捨ておいてしまった。彼女は興味を示している。キラキラーキラキラ、そう、これはキラキラときらめくものだ。彼女と価値観の共有ができたようで勝手に少し嬉しくなる。気恥ずかしさを取り繕うようにか果物数点もその横に並べた。昨日の果実がそのまま手つかずで置かれていることが気にかかる。果実は少し水分が抜け、シワがれてしまっている。彼女は食事を一切していないようだ。食べないで大丈夫なのか、口に合わなかったか、果実は嫌いとか、お腹いっぱい。彼女が答える。いっぱいでずっと苦しいの。とてもお腹いっぱいには見えないが。そうか、本人がそう言うならきっとそうなのだろう。彼女は果物よりも俺が持ってきたキラキラときらめくガラクタ、いや高価なものなのかもしれないがに興味津々のようだ。その中でも大ぶりな石が、緑の大ぶりな石があしらわれたものに目を留めているように見える。この緑の石のネックレスは多分彼女のような子供や若い女性はつけないようなものに見える。しかし大粒のそれが真っ白な彼女を彩るのに最適だと突如ピンときたのだ。もっとも女性の好むアクセサリーや流行にも俺は疎いので、とんだ的外れかもしれないが。彼女は顔のそばに置かれた緑の石を緩慢に見やり不思議そうにしている。彼女の目に小さく緑が反射しハイライトになっている。どうやら関心を持ってくれているようだ。
それは嬉しいが、彼女は石を見つめたまま黙り込み、また眠るように動かなくなってしまった。拉致が開かないので思い切って提案してみる。つけてやろうか。彼女はキョトンとしている。このネックレスは留め具に飾り石を引っ掛ける、簡単につけれるタイプのものだ。不器用な俺でもなんとかなるだろう。否定とも肯定とも取れぬ彼女の反応。依然ネックレスを見つめている。俺は彼女にネックレスをつけてやることにした。彼女もそれを望んでいるはずだ。多分ネックレスを引っ掛けて近づき、彼女の首筋に一瞬触れる。まるで陶器に触れたようにひんやりと硬い感触がする。昨日はもう少し柔らかかったような気がするが、少女というのはこんなにも冷たく硬いものなのだろうか。いや、昨日はねめちゃ柔らかいっつってたポポちゃんだったよ。対して依然強まる甘い、今にも崩れそうに甘すぎる匂い。緊張した俺はネックレスをつけるのにかなり手こずってしまった。こんなに簡単な細工なのに格好がつかない自分が嫌になる。いやー、あのネックレスのなんかあの輪っかのとこをつけるのめちゃめちゃ難しいよ。あーでも主人公目いいからそんな困んないかな。なんかね、目をすごい細めないと見えないよね、あれ。ようやく留め具を引っ掛けることに成功し、彼女の髪の毛や服に引っかかっているチェーン部分を丁寧にほどく。シャラと音がし、ストンと石が落ちる。彼女の首元にまるで元からそこにあったかのように収まる緑の光。やはり似合っている。少女は不思議そうに首元の石を見て、光の反射によって様々に変わる石の輝きを受け入れ楽しんでいる様子だ。やったね、お母さん。懐かしそうに彼女が小さい声でつぶやく。よく聞こえなかったが嫌がってはいないように見える。俺は照れくささを隠すように水を汲んでくると伝え、その場を一度離れた。果物で水分も取れるとは思うが、手をつけた様子がない。せめて水だけでも取った方がいいだろう。昨日のように彼女の唇を濡らす程度の水を運ぶ。植物に水をやるように彼女の唇に水を与える。相変わらず積極的に演技する様子のない彼女。滴り落ち、パタリと衣類を小さく濡らした。少しは飲んでくれただろう、多分。彼女は水には上の空で引き続き首元のキラキラに関心を寄せている様子だった。彼女が喜んでくれていることに絵も言われぬ幸福感を覚える。勝手に俺が満足していた。え？俺はふと彼女が自身の腕をもぞもぞとさせているのに気づく。彼女の腕をよく見ると赤紫の斑点状の湿疹ができていた。長く野外にいるから草にかぶれたのだろう。あー、あるね。この辺の雑草には様々なものがある。免疫力の低い小さい少女の肌は弱いだろうから湿疹ができてもおかしくない。俺たちは病にかかっても何かを使って治療を試みることはほとんどない。それで死のうが生きようが自然の摂理と受け入れる節がある。だが彼女は別のコミュニティの少女だ。可能なら治療してやりたいが、やはりいくら気候がいいと言っても野宿はな。俺は悩む。今日も家に帰らないのか。少女は答えない。家出というやつをしているのだろうか。この年頃の少女に多いと聞いたことがある。いや、それにして幼い年代か。お家にはね、帰れない
父さんが聞き取れた。お父さん？父親か？少女は視線を俺に移す。私、あなたに。俺の話ですか？あなたに会ったことがあるの。あの日、窓、お外に。昨日より饒舌な彼女。贈り物で好感度が上がったということですか？一言一句を聞き逃す前と耳を傾けたが、彼女は同じことを何度か、たわごとのようにつぶやいた後、それきり喋らなくなってしまった。見開かれたままの少女の大きな瞳に赤い夕日が揺らめいて映っている。綺麗でしょうね。季語。季語にしたいね。もうそんな時間か。なんだか彼女に会ってから一日が短い。俺は彼女との時間をじっくりと噛みしめ、ゆっくり顔を上げて夕日を眺めた。夕闇が迫るということはつまり時間だ。仲間の集う集会所に向かう時間。これは定常行動、定理、ルーチン、信号によるもので、俺には従うことしかできないのだから。名残惜しい気持ちを振り切り河川敷を立ち去ろうとする。彼女は俺を目線で追い見上げてくる。昨日と同じ構図だが、夕焼けの角度が少し違うので、また違うライティングの彼女が見える。細かいね。ライティング、西日に照らされくっきり俺の影が彼女に落ちている。夕日を背負った俺はとても眩しいだろうに、彼女の瞳は動かず、うつろに開かれたまま俺を映す。甘い匂いに大きな瞳に吸い込まれそうだ。俺はさっきの彼女の言葉を思い出す。あなたに会ったことがあるの。俺と彼女が会ったことがある。どこで？いつ？俺が彼女を忘れたりするだろうか。彼女は俺に何を言おうとしたんだろうか。もう昔会った人のこととか何も覚えてないよ。脳内に定常定理の信号が走る。体が勝手に動き出す。俺は河川敷を立ち去った。いつもの集会所に到着する。夜の帳が降りる前に、俺たちは必ず高校に赴かないとならないといつからか決められているのだ。仲間たちは相変わらず集会所に散らばり、バラバラに好きなことをしている。あちこちから取り留めのない会話が聞こえる。君とファンさんのカップルがここを、あ、これなんとかくんか、くんとさんのカップルがここを出ていった。寂しくなるな。子育て中は我々はまた冬になれば、はあ、だろう。話の内容に特に興味もない。最近仲間たちの頭数もかなり減った気がする。生意気な後輩さん。こんばんは先輩。やや高いところから声が降ってくる。流行の健康器具かなんかだろうか。のんきにブラブラと何かにぶら下がって遊んでいるやつら。俺よりも一回り若い後輩たちだ。なんでも今日は随分早起きだったみたいじゃないですか。俺たちはいつでも早起きだろう。いやー先輩以外はね。後輩どもは顔を見合わせる。生意気な後輩さん。ねえねえ、先輩が出会った女の子はどうでした？俺は盛大にため息をついた。あいつら、昨日の同期の男たちが言いふらしたのか。つくづく言わなきゃよかった。口が軽すぎる。いや、俺たちは過密に情報を共有し、お互いを把握することで集団で安全に生活する習性がある。なるほど。口を滑らせた俺が悪いか。別の集落の女の子だなんて、先輩思い切ったことしますね。さすがはぐれ者アウトロー。早起きができないだけでアウトロー呼ばわりされてるというね。こいつ俺をバカにしているのか。生意気の後輩さん。アウトローは違うでしょ。先輩は不良なのでは。
バカにしてるんだろうな。まあそれはいいとしてまずいんじゃないですか。そんなことしたらここで、僕たちがここでわざわざ集団生活をしている意味がなくなってしまう。種の存続において安全性が下がるってやつ。ジジイババアたちが怒りそう。うわ、面倒そう。まあ僕はいいと思いますけどね。ぶしつけな後輩さん。たまにはそういう人がいてもさ。僕らもあんまり年寄りの決まりに従うつもりないし、先輩がアウトローしてくれたら僕らにも甘くなるかも。だよね。そういうのワクワクしますよ。何せ毎、日々同じことの繰り返しで、ジジイババたちもみんな毎日同じことしかしないし言わない。僕らは対決で飽き飽きしてしまっているから。そうだなね先輩か、ここに彼女を連れてきたらどうですか。いいねそれ、僕らも会いたいな、違う集落の子に。最近は春先だからごそっと仲間も減っちゃったしな、刺激欲しいよね。家庭持ったやつらは出ていくからね。僕たちもそろそろ彼女見つけないとな。どういう団体なんだ。彼女がここの俗な仲間たちの晒し者になるのは気が引ける。そもそも彼女は動きたくないというんだ。だから俺が通ってる。後輩たちはキョトンと面くらい、再び顔を見合わせ合った。あちらさん先輩に婿入り希望。いやーその子強胆だな。そちらの集落に婿入りをこのお望みってことか。先輩が婿入り、なんかめっちゃ面白い。娯楽がないからこの程度のことで受けてくれるんだ。確かに面白い。でもさ、そんなのとんと見ないけどな。少なくとも僕らが生まれてからはね。大抵は嫁入りですからね。あーでもおい、勝手に話を進めるんじゃない。禁止されちゃないですし。そうそう、好きにしたらいいんじゃないですか。僕らの世代はあんまり慣習に興味はない。先輩が好き勝手してくれたら僕らにもおじさまたち甘くなるかもだし。会話のテンポについていけない。よくあるね。今時の若い衆はよく喋る割に、なんというかちょっと定年しているというか、ひょうひょうとしてつかみどころがないな。こんなことを考えるなんて俺も年を取った証拠だ。何歳なんだ。ため息が漏れてる。だが彼らの言うことも一理ある。俺たちが縛られているこのルーチン、この集団生活、もしかしたら大した意味はないのかもしれない。まあそれはね、そんな感じだよね。なぜそこから逸脱してはいけない？その理由は？理由はないのかもしれない。あ、老いた男さん。こらこら、お前たち、早く根城にも帰りなさい。昨日の老いた頼りない風切りオン。声がさらに上から降ってくる。おや、王子様、聞かれてしまったかな。やばいやばい。じゃあ僕らは帰ります。先輩、明日はぜひ彼女を連れてきてくださいね。それかどうぞお幸せに。全くゴシップ好きの慌ただしい連中だ。俺と会話というキャッチボールをする気はそもそもなかったようだ。みんなそんな感じだよね。後輩たちは老いた男から逃げるようにそそくさとその場を去った。俺はいつも周りの会話に参加しないからか知らなかったが、我が集落はどうやら世代間のジェネレーションギャップで若干ギクシャクしているところがあるようだな。今知った。まあどこのコミュニティもきっとそんなもんだろう。全く不出来な老いたちだ。頭ばっかりでっかちで生意気な盛りですよ。彼は後輩たちの去った方から向き直り、俺に視線を戻す。君、贈り物は喜ばれましたかな？あ、ネックレス首につけてやったけど。何？首？老いた男は耳障りのでかい声で笑った。仲間たちの笑い声はどいつもこいつもけたたましい。
ネックレス、それはいい選択で。なんせ腕輪やブレスレットだと彼女を困らせてしまうだろうからね。君は意外と冗談を言うんだね。何が面白いのか、彼はとびきりのジョークを聞いたかのように笑っている。ネックレスなら喜ぶ。そんなものなのだろうか。それは女心というやつか。残念ながら俺には全くわからない。まあ俺より長く生きている彼には、俺には知らないこともたくさん見えているのだろう。聞きたいことを聞いてまたも満足したらしい男の気配はすでになかった。勝手なやつばかりだ、俺も含めて。とりあえずねじろうに、すぐにねじろうに移動し眠ろう。早く明日になってほしい。でも勝手なやつしかいなさすぎて会話成立まだ一回もしてないけど。彼女に会いたい。明日は彼女をもう一度誘ってみよう。誘うってどこに？後輩たちの言うようにこの集落に？あるいは？あわわ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 、贈り物をした日の夢。お腹すいた。俺は両手いっぱいに果実を持って河川敷の斜面を駆け上がっている。目を閉じ静かに横たわる彼女、その周りをさまざまな果物で彩る。何往復かした暁には彼女はまるで豪華な食べ物、果物でできたベッドに眠るお姫様か何かになっていた。彼女はまだ寝ている。規則正しい安らかな寝息。目が覚めたらきっと驚くだろう。年の割に小さく痩せた体、持ち上げたら驚くほど軽かった体。きっと育ち盛りな年頃だというのに。ならばたくさん食べねばならない。そしたら彼女の笑顔も年相応に輝くというものだろう。俺は静かな寝息を立てる彼女に顔を近づけてみる。彼女の首元には幾多もの光を内包するキラキラときらめくもの。俺がつけたネックレス、複雑な刺繍の胸元の布地に淡く反射する緑の光。それを俺はぼーっと眺め思い出す。緑の光で彼女の首を飾った瞬間、俺の手の中にすっぽりと入る彼女の細い首は、少し力を入れればすぐにでも折れてしまいそうだった。さらに近づく布の匂いと土の匂いと、それとパチリ、彼女が不意に大きな目を開く。長いまつげがフルフルと動く。俺は突然のことに少し驚き、謎の後ろめたさとともに身を引いた。彼女は俺の顔を見る。彼女の目に俺が映る。彼女の目に映った俺、不機嫌そうな男が戸惑った表情を浮かべている。そして瞬き、瞳が正気を持ってくるっと動き、俺から果物へと移る場面が切り替わる。彼女は弾かれたように立ち上がった。まるで突然自分が立ち上がれることを思い出したかのようだ。周りを見回しパッと表情を明るくする。大きな目がキラキラきらめく。まるで彼女の顔を彩る二つの宝石のようにきらめく瞳。あーすごい、いい香り。これ全部私が食べていいの？あーもちろん。えへへ、甘いものお腹いっぱい食べれるなんて嬉しい。どれから食べようかな。あちこちを見やり、感無量とばかりに明るくはしゃいでいる彼女。俺は手頃な果物を取り、手で軽く汚れを払ってやり渡した。元気にはしゃいでいたのに、いざ手渡されるとたどたどしく受け取る彼女。しばらく果物を見つめた後、小さい手で両手に持ち、口いっぱいに懸命に頬張った。果汁が口からあふれ、顎筋を伝う。彼女の口から伝うキラキラと輝くもの、なんだか見覚えがある。服が汚れてしまう。
彼女はキョトンと顔を上げ、すぐにどうでもよさそうに言った。別にいいもんこれ、どうせお外に着ていく洋服じゃないし。誰も、ふわー以外、このお洋服を見てくれなかったし。年頃の少女にはいろいろあるらしい。俺が見ているのでは役不足だろうか。でもあなたに見てもらえたからよかったかな。俺の浅ましい心を見透かしたような彼女からのありがたいフォロー。まんまと嬉しくなってしまう。とにかくゆっくり食べるといい。焦らなくてもたくさんある。俺はたしなめる。腹を壊されたらたまらない。口の周りを汚しながら夢中で果物を頬張る彼女を見ていたら、俺も腹が減った。彼女と同じ果実を手に取りかじる。旬の果物の果汁が口いっぱいに広がる。新鮮な酸味と甘みが体に染み込む。うまい。それを見ていた彼女も競うように大きく口を開けかじりつく。彼女の小さな口では果実につく歯型はとても小さいものだったが、果汁が勢いよく飛び出し、とうとう彼女の服に色のついたシミを作る。ああ、俺はまだ彼女の服が汚れてしまうことが気になっていたが、彼女はまるで気にせず、わざととばかりにどんどん服を汚していく。赤い斑点のようなシミが、瞬く間にドレスに広がる。そのうち、初めからそういう前衛的な柄のドレスかのようになってしまった。水玉柄だよ。彼女はいたずらっぽく笑う。彼女の笑顔につられて俺も笑う。俺たちは顔を見合わせ、口周りを汚しながらクスクスと破顔した。しばらく果物の食べ放題ビュッフェを楽しんだ俺と彼女は、ビュッフェとかいう概念あるんだね、腹が膨れて満足し寝転がっていた。ご飯食べてすぐ寝っ転がるなんて、こんなお行儀悪いことしたの初めて。彼女は笑いながら言う。そうなのか。俺はろくにしつけをされていないのでピンとこないが、確かに行儀が悪いのかもしれない。食ってすぐ寝ると牛になるとか言うしな。俺たちの周りはすっかり色とりどりのペンキをぶちまけたようになっていた。まさに食い散らかし状態だ。あー楽しかった。あーもうお腹いっぱい食べたかったな。河川敷は風が強い。彼女の言葉を書き消す。なるほどね、風が強いからね。俺は上体を起こし彼女を注視する。彼女の顔からは笑顔が消え、どこか遠くを見ている。河川敷の上の道を越えた住宅地の方を見つめて眺めているのだ。俺ははっきりと目を開く。同時に上半身を起こす。朝だ。思考はとてもクリア。かつてない使命感に満ち満ちてる。そんなことしばらくないね。身支度もそこそこにさっさと動き出す。仲間たちより今日は俺の方が圧倒的に起きるのが早い。やっと起き出した彼らの気配を背中に俺は出発する。一刻も早く彼女のいる場所、河川敷に向かわなければ。不思議と今日は不安はない。彼女が変わらず今日もあの場所にいてくれるという無根拠の確信があった。耳を支配する激しい風切り音、俺はとても急いでいる。これはもしや俺だけに下された上位存在からの新たなルーチンの信号なのだろうか。毎日の意味のない集会と同じ、彼女に必ず会いに行けという強い定理の信号。朝焼けの河川敷に近づく。ポツンと孤独に切り取られた城が視界に入る。道路側、普通の高さの視点からは死角になっている。地べたに這いつくばっている奴らからはまず見えないだろう。俺以外誰にも見つけられていない。
立ち入り禁止の仕切りの奥の孤独な彼女。加工し、彼女に接近する。目のいい俺には、遠くからでも彼女の姿がよく見える。その姿が大きくなり、さらにディティールまではっきり見えてくる。首元にはキラキラときらめくもの。朝焼けをチカチカと反射する緑の光。規則的に揺れる光。チカ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 。これモールス信号ですかね。わかんないや。ですね。ですわね。まるで俺にモールス符号を送っているようだ。彼女は何かを伝えようとしている。白と緑に発光して見える少女のシルエット。彼女のテリトリーに侵入した瞬間、いつもの芳醇な甘い香りに満たされる。理性が溶けるような強烈な香りだ。オメガバースのあれじゃん。だが今日は甘い匂いの中にわずかに混ざる鼻をつくような刺激臭。あ、腐り始めてる。俺は眉を潜める。なんだこの匂いは。どこかで嗅いだことがある。よく行く場所だ。俺たちにとって非常に一般的なメジャーな食料調達の場の匂い。彼女と同じくそこには白白一面の白がたくさんあって、風を切る角度を調整し、風を大きく受けてブレーキ。彼女のすぐそばに立つ草が俺を避けて舞い上がる。彼女は朝焼けに照らされ、顔の輪郭を光に溶けさせながら緩慢に俺を見上げる。よかった、今日も彼女は俺を歓迎してくれているようだ。あんなに痩せこけていた彼女の顔が、今日は少女らしく健康的でふくよかな輪郭を取り戻しているように見える。俺はとても嬉しくなった。そうだよな、昨日あんなにたくさん俺と果物を食べたのだから。彼女自身もそのみずみずしさを取り戻しつつあるに違いない。いや、それは夢の話だったか。何でもいい、彼女が健康的になりつつあるなら、それが何より嬉しいことだ。おはよう。彼女は答えず、俺を目で追っている。彼女が瞳を動かしたその瞬間、彼女の目からこぼれ落ちるもの。彼女は泣いていた。どうした?腹が減ったのか?動転してすっとんきょんなことを聞いてしまう。今日も果物を持ってきているよ。目尻にみるみるたまる水滴。彼女の目からもう一筋の涙が溢れる。これマスカラかなんか取れちゃってますけどね。大丈夫なんですか?勝手に少女の涙というのは白く透明でとても清楚なものと思い込んでいたが、どうやら実際には赤が混じったとろりと濁る粘液状のものらしい。白い彼女の肌によく映えるので、これはこれで美しい。あ、映え重視ね。俺は彼女の涙を見ながら的外れな発言を続ける。そうだ、寒いのか。小さいが毛布も見つけたよ、ほら。彼女は赤、いや肌の白と混じったピンク色の涙を流し続けている。ピンク、少女らしい可憐な色だ。すごいポジティブだね。なんか草にかぶれてしまった彼女の獅子、そこにもまた赤色の斑点、美しい模様。純白白だけだった彼女にきらめく緑、そして赤、紫、ピンクと日ごとに色が重なる極彩色の少女だ。お腹はいっぱい、ずっと膨らんでる。もう寒くもないの。彼女の涙がバタッと草に落ちる。重さにきしんだ草が、読めない。なんだろうさらに雫はどろりと地面に。でも果物好き。私も果物の入ってる缶詰いっぱい買ったよ。昨日の夜、記憶
で、果物を美味しそうに頬張っていた彼女の笑顔が頭をよぎる。そっか、食べることはできなくとも彼女が喜んでいるのならば意味はあるだろう。昨日俺が持ってきた果物が彼女の前で少ししなびている。その隣では一昨日俺が持ってきた果物がやや腐りかけて独特の匂いを発している。この匂い、この匂いだ。さっきも鼻先をかすめた匂い。並んだ果物、いずれの果物も彼女が食べやすいようにと俺が口で少し砕いてから置いて、口で彼女の横に放置した。生き物は傷んでいる箇所があればあるだけ急速にしなび腐っていくのだ。並ぶ同じ果物同列の果実、白く赤い彼女の横で淡々と順番に腐っていく経過。赤い斑点に体中彩られた彼女、ピンク色の涙を流す彼女。俺は今日も果物を置く。そうして3日分が並んだ。新しいほどみずみずしく、古いほどしなび腐っている。腐った果実だよ。タイトル、順番だ。まるで果物が腐っていく経過観察をしているようだった。食べ頃なのはどれだろうか、どれももう食べれないのだろうか。生物が腐る経過観察、傷んだ生物。果物からは甘い匂いと、そして古いものほど鼻をつく刺激臭が漂ってくる。それは彼女の匂いと似て、いや、彼女の匂いの方がもっともっと。あのね、珍しく彼女から口を開いた。俺は彼女を注視する。全神経を傾ける。彼女の口は動いていない。たとえ口が動いていなくとも彼女は確かに喋っているのだ。お母さんいなくなっちゃってから、いつも痛かったの。お家で綺麗なおべべ切れるときは、いや、痛いから、いや、途切れがちの彼女の声。仕方がない、まだチューニング中なのだ。あー、確かにね、喋ってなかったら声出ないがちだからね。今も声出てないし、私が痛かった。彼女の痩せ細った手足を見る。かわいそうに草にかぶれ、まだらに赤くなっている。よく見るとそれだけではない。小さな斑点に混じる大きな紫の斑点、青いものも赤黒いものもある。まだ新しいものと古いものが混じっているから混色しているのだろう。まるで赤と青の絵の具が彼女の体をパレットにしているよう、日に日に浮き出てきている。昨日の彼女より今日の彼女の方がより極彩色に彩られている。美しい。日に日に美しくなる彼女に俺は夢中だ。そしてさらに彼女は鮮やかになっていく。その赤や紫色が弾け、美しい死体が液体が漏れ出て溢れ出したのだ。彼女の腕や足からもまるで泣いているかのように涙が出ていた。苦しく甘ったるい、かすかにツンとくる匂いの涙。彼女は全身で泣いているのだ。日々新たな姿に変わる彼女。目まぐるしく鮮やかな変化、副彩色の彼女。彼女は少しずつ少しずつ歌うように感情を、思いを、思念を、痛みを俺に伝えてくる。これは彼女のかけらなのだろう。お母さんはキラキラの、いつもつけててこんな風にとっても綺麗。でもお父さん、ああ好き。断片的に聞き取れる彼女の記憶。か細い歌、キラキラだったの。彼女の胸元の光、このネックレスはどこで拾ってきたものだったかな。でもお母さんいなくなっちゃって、彼女の瞳が寂しそうに揺れる。彼女を悲しませているものがとても憎かった。笑っていてほしい、まさに夢みたいに。お、あ、けど彼女は体中で泣きながらポツポツとこぼす。
お父さんが怖くなっていつも痛いこと怖い。俺は彼女の言葉をじっくりと待ち噛み締める。その消えりそうな言葉と言葉の間が永久の時の永久の時のように感じる。永久はとても長いのでたまに果実をかじったりする。忍耐が肝心だからだ。彼女の言葉は弱くかすれており、ほとんどがうまく聞き取れない。彼女に心を傾け、じっと耳を澄ませる。そうすることでたまにラジオのようにチューニングが合うのだ。とにかく忍耐が大事だ。は彼女の気持ちが赴くままに彼女のタイミングで喋ってくれたら構わない。時間はいくらでもある。時間はいくらでもある。そうなのだろうか。日は昇り、影は短くなってきている。並んだ果物の影が伸縮する。学校。俺が頻繁に見下ろしていた通学路の子供たち、キャーキャーと高い声で笑いながら楽しそうに駆け抜けていった。幸せそうな子供たち、彼女はあの中に入ることは叶わなかった。不意にチューニングが合い、彼女のかけらは鮮明になる。夜が怖くて体が痛くて、お母さんの綺麗なおべべ。彼女の思念は弱々しくもはっきりと紡ぐ。お家は痛くて悲しいから、ここではないどこかに行きたい。彼女の横顔が陰る。物理的にもな。日は落ちてきて影が伸びる。最後に見たのはお父さん。綺麗なおべべ、白い。怖くて悲しい顔。すごく痛くて暗くて。彼女が最後に見たのは、とうとう あたりが赤くなる。わあ、びっくりした。夕焼けだ。様々な色が混じったパレット、極彩色だった彼女が赤一色に染め上げられる。時間はあっという間に過ぎ去ってしまう。毎日のルーチン、日常定理、乗っ取られるならば、俺は今日もこの時間には仲間のいる集会所に行くはずだ。いつもの時間は通り過ぎている。急がなければ集会が始まってしまう、あの無意味な集会が。そして変わり映えのしない意味のないことを言い合い、そして根城に移動し眠る。すでにそのルーチンの時間になっていた。俺たちには信号が来るのだ。朝は早くから食料を探せと、身を守りつがいを見つけるため集団に属せと。眠る前は一度同じ群れの仲間と集まれと。今までの俺はそれを疑問に思ったことはなかった。しかし俺は今日はずっと彼女といたい。彼女は今まで夜をどうやって過ごしていた、やで、どうやって越してたんだろう。俺は夜の彼女を知らないのだ。暖かい春だ、気候は問題ない。とはいえ頭の中で生物に発せられる信号が鳴り響く。これは警告だ、逸脱するなと。ルーチンを破っていいのだろうか。それを破ったらどうなるのだろうか。それでも俺は今日彼女と一晩共にこのおよそ生物の気配のない寂れた河川敷で眠りたい。今晩ここにいてもいいかな。俺の問いかけはかすかに残った名残惜しい夕闇に吸い込まれる。もうすぐ完全に夜の帳が降りるだろう。彼女からの返事はない。無言を肯定と受け取り、俺は勝手に彼女の横に腰を下ろした。俺はしばらく風を味わった後、完全に日が落ちるのを彼女と見届けた。河川敷に俺以外の生き物の気配はない。彼女さんはすぐ隣の彼女から発せられるむせ返る甘い匂いが強烈に鼻孔に充満する。
彼女のかけらを感じている、彼女の記憶を感じている、彼女の思念を感じている。だからいつも窓の外を見てて、そこに彼女の大きく見開かれたままの瞳はいつの間にかまっすぐ俺を見つめていた。風が強く吹く、え、これ怖い話かな。夜、春の夜風はふわりと俺を、彼女を包み込む。俺と、あーもう全然読めないよ。風が強く吹く、春の夜風はふわりと俺と彼女を包み込むが、まだどこか肌を刺すような冷たさも残している。あなたはどこでも行ける、高く飛べる。彼女の瞳が輝きを取り戻し、きらめく。彼女から止めどなく溢れる赤い液体が一滴パタリと草を濡らす。あなたが羨ましかった、自由なあなたが。彼女の全身から未だ溢れ続ける涙。俺は彼女の小さい顔に自身を近づけ、目から溢れる涙を一口ついばむ。硬いそれで彼女の肌を傷つけないように慎重に慎重についばむ。ずっとこうしたかった。とろりと喉を通る今まで食べた何より甘い彼女の大きな瞳が間近に迫る。静かに彼女の唇をついまんだ。わあびっくりした。何かが弾ける音。どうしようもなく甘い汁が飛び出る。彼女の涙と同じ味がした。特別な彼女の特別な味。一口にすする、確かに飲み込む。彼女のかけらが俺の体内に染み込み馴染んでいく。彼女の口内はどうしようもなく甘く、そして粘液でぬかるんでいる。このままついばんで彼女の肉をむさぶり続けたい衝動と戦う。このまま彼女の柔らかい喉元を強くついばみ、そのまま食いちぎったら、このまま彼女の小さいちぶさを噛みしだき、舌の薄い脂肪をこそいで味わったら、このまま彼女の薄い腹を食い破り、柔らかい臓器に埋もれながら、もっと深部まで潜っていけたら、このまま彼女の小枝のような獅子を加えて骨までしゃぶり尽くしたら、彼女の全身にはこの涙と同じ甘美な赤い果汁が充満している。彼女から甘い吐息が漏れる。彼女はそのうつろな瞳で俺を受け入れ、身を委ねてくれている。だが俺は幾多の衝動を抑え込み身を引く。彼女は俺にはっきりと尋ねる。あ、なるべく君の形が保ったまま今日はそばにいたいから。ただなくなっちゃうなら、このまま溶けちゃうなら。彼女から溢れ出る涙、彼女の一部食べて、それで私もお空。俺は確かに彼女の一部を咀嚼した。しかし彼女はそれでは足りないんじゃないかと不安なのだ。俺と彼女が一緒に飛ぶのにまだ足りないのではないかと。彼女の目線は俺をじっと捉える、何か言いたげだ。辺りは暗いが彼女の姿は淡く発光して見える。ぽっかりとうつろな二つの穴、彼女の瞳、夢の中でキラキラときらめく無邪気な瞳。闇、闇、暗闇の中にきらめく二つの光。今の彼女の瞳は鈍く淡く。風は適度に暖かく俺たちを包み込んでいる。彼女に覆いかぶさる。そしてその大きな瞳にそっと口づけた。彼女の服にあしらっている花と同じ、俺から見て右の瞳。最初は優しくついばむ。彼女は全身をこわばらせたようだ。その後くすぐったそうに吐息を漏らす。俺は大きく口を開け、優しくそのまま彼女の鈍く輝く瞳をくわえ込む。つぶつぶと柔らかいものに埋もれる感覚。確かに口の中に愛しい球体を感じる。しっかりと加えて一気にすくい上げた。力はいらない。軽く加えて引っ張る。繊維の切れるプチプチという音。小さな何かが破裂する音。名残惜しそうに糸のような神経を引きずり、彼女の左目は行儀よく俺の口の中に収まる。
その目玉は少ししなびており、芯から甘美な匂いを放つ。そう、これは2日目の腐りかけの果物のような。彼女はやがて彼女の一部がババババ切り落とされることに小さく反応したが、残った方の目で俺を見上げ、ふっと安心したように力を抜く。愛らしい瞳があった部分にはぽっかりと空洞、奥には優しい深く暗い闇が広がる。この慣れた果実を噛みつぶしてしまうのはなんだか忍びなかったので、俺はそれをそのまま一息に演技した。腹の中が彼女で満ちる。今まで食べたどんな果物より優しく俺の中に収まった。これで安心したか。彼女は安堵のため息をつき静まる。疲れてしまったようだ。完全な暗闇、反射するものはないにもかかわらず、その瞳にもう潤いは潤いは潤いうううう。もう潤いはないにもかかわらず、彼女の残った一つの瞳はあまりに眩しすぎる。彼女は俺に全てを伝え、俺と一つになり、そしてもう眠りたがっている。どうしよう、わー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 、いっぱい書いてある。彼女を眠らせる、眠らせない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 、眠りたがってるなら眠らせてはいかがですかね。これ何、主人公鳥とかに人間決断の時だ。俺はそっと彼女の目元を覆い、彼女の残りのまぶたを閉じた。あ、もう全然言えない。彼女は出会った時のように白く光り、白く強く光り、そしてゆっくりと光は弱まっていく。そして静寂、彼女は眠ったのだ。俺が体をどけると彼女は安らかにそのまま目を閉じている。彼女の思念のかけらの気配もどんどん遠のいていく。彼女の寝顔を初めて見る。俺はもっと早く彼女をこうしてやるべきだったろうか、眠らせてやるべきだったのだろうか。最初の日、彼女の瞳に映った自分の姿、俺は並んだ果物を見ながら考える。体に確かに染み込んでいる彼女の気配、腐った果物、しなびた果物、みずみずしい果物、そして彼女。一度目を閉じた彼女はもう動かない。俺に語りかけてくれることもきっともうないだろう。でももうすべて受け取った、だからいいんだ。彼女の閉じた瞳から涙だけが目から、時折腕や足から溢れ続けている。痛いこと、怖いこと、辛い記憶を思い出しているのかもしれない。それはすべてここで流し尽くしてしまえばいい。俺は彼女から溢れ出続ける涙をしばらくそのまま拭い続けた。彼女の涙が枯れた頃、俺も彼女の横に体を地面に横たえてみる。彼女の手に触れる。彼女の手からは温かさも冷たさも感じない。不思議な感触だ。力を入れすぎたら崩れてしまいそうなので、そっと触れるだけにとどめる。俺は地面でこうして眠ることはまずない。俺たちはみんなそうだ。背中に新鮮な土の冷たさが広がる。なるほど、地面も悪くない。彼女と全く同じ高さの目線、再び空を見上げる。少し喧騒から離れた開けた河川敷、都会のよどんだ空、満天の星空とはいかない。それでも彼女の隣で見上げる空は俺にとってどこまでも新鮮で、今までで一番美しい空だった。朝はもう来なくてもいい。このままずっと空を彼女の隣で見ていたい。このままずっと。わわわわわわわ、あー、最後の夢。
彼女の長いまつげが春風に揺れているのを、俺は彼女の横に横たわり眺めている。河川敷は晴れだ。彼女はよく眠っているようだった。規則的な愛しい寝息。まつげが震え、むずむずと鼻先が動く。今まさに夢から覚めている最中なのだろうか。彼女の大きな瞳が開かれる。潤った宝石のような鮮やかな瞳。どんな果実より美しくみずみずしい、キラキラときらめくものだ。あーよく寝たー。彼女はほがらかに一声上げ、ぴょんと立ち上がる。お腹もいっぱい。笑顔をはじけさせ、ひらめくスカートを気にも留めず河川敷を駆け上がる。細い足が背の高い草を踏みつけ、彼女のシルエットはぐんぐん遠ざかる。立ち入り禁止のフェンス。彼女は小さな体をかがませ、下の隙間をスルッとくぐり抜けてしまう。あ、おい、そこを越えたら、そこを越えてはいけない。そこから先は、俺と彼女だけの切り取られた世界ではないのだ。突然の彼女の行動に面食い、俺は焦って声をかける。というか、そんな急に走って大丈夫なのか。立ち上がり追いかける。彼女は振り返り、河川敷の上から俺を見下ろす。彼女が俺を見下ろす？初めての経験だ。俺は大きく見下ろし、いたずらっぽく笑う彼女。いいからいいから、早く来て。そこを越えてくるの。彼女は手を目いっぱい振って俺を呼ぶ。俺は恐る恐る一歩ずつ草を踏みしめ、足が違和感なく土を踏むことを確かめると弾かれるように彼女の元に走る。フェンスに手をつき、体を浮かせ一気に乗り越える。俺と彼女だけの人目を避けた寂れた河川敷。その境界を越える、越えてしまう。河川敷の上部、舗装された歩道に出る。人が、まばらに歩いている。ここはもう俺と彼女だけの場所ではない。世界とつながっている。たくさんの生き物が往来する聖者の世界。彼女の横に立つ。河川敷の仕切りを越えて、開けた高い空の下。確かに立つ彼女。俺の視界に空と彼女と街が一緒に入る。河川敷の地面ではない。彼女の背景、すべてが新鮮で鮮やかだ。彼女の髪やスカートがそよそよと大きく風に揺れる。風、気持ちいい、ね。彼女の全身のシルエット、やはり細くて小さくて頼りないが、風に負けずしっかりと地面に立っている。今までの地面に埋もれた彼女ではない。空と街を背負う彼女。背後にはあの住宅地。小さな足で自由に歩き回る彼女はまるで妖精のようだ。彼女は今にも遠くに走り出したいと言わんばかりに足踏みをしている。フォーマルな服装とはちぐはぐな少女らしい元気いっぱいな言動。彼女はいたずらっぽく俺を見上げて、手をこちらに差し出した。差し出しているというよりも、小さい彼女は手をほぼ真上に突き上げているような格好になっている。俺は意図がわからず彼女の顔を見つめた。また抱っこだろうか。彼女が頬を膨らませて一文字、手。手をつなぎたがっているのか。俺は誰とも手なんてつないだことがない。手なんて、ましてや彼女と。俺は面食らった。羞恥心と罪悪感が押し寄せる。彼女は可憐に、しかし怖く的に笑っている。彼女は俺に迷う隙間を絶えずパッと手を取る。小さな手には確かに力が込められている。恐る恐るその手を振り、握り返すと彼女は輝く笑顔を俺に向ける。潤った瞳、血色のいい肌、唇は艶やかで、俺は歩いている。俺は彼女と歩いている。確かに彼女と歩いている。隣の速い足音は彼女のもの。
しまった。彼女とは歩幅が違いすぎる。慌てて彼女に合わせて様子を見ながらそろそろと足を前後させる。彼女は満足したようだ。しばらく手をつないで彼女とゆっくり歩く。不意に俺は歩みを止めずにそのままゆっくり振り返る。後ろ、遠くに彼女と過ごした河川敷、あの境界線であるフェンスが小さくポツンと見える。誰にも見つけられなかった孤独な彼女、今は隣で空の青を瞳にキラキラと反射させ、きらめく笑顔を浮かべている。あのね、私ね、行きたいところがたくさんあるの。一緒に行こう。俺は何と答えたらいいか言葉に詰まってしまい、答える代わりに少し強く彼女の手を握り返した。彼女は歯を見せて笑った。彼女の軽い足取り、リズミカルな振動を手から感じる。そうだ、あなた乗せていってよ、背中にビューンって。私夢だったの。もしそれができたらどんなに楽しいだろう。叶えてやりたいけど残念ながらそれは無理だ。二足で地面を歩く俺、彼女を乗せて飛ぶことはできはしない。でも手を軽く握り返すと彼女も小さく握り返してくる。前には長い道、後ろにはあの河川敷。振り返らず彼女とただ歩いていく。あばばばばばあばばば。なに？なんかダイナミックコードの3話みたいな感じで終わったんだと思ったんですけど、体が重い。何かに全身を締め付けられている。目を開けると一面の青。青？空の青ではない、川の青でもない、人工的で毒々しい青だ。俺は飛び起きようとしたが、不快な青が全身にまとわりつき、体がひどく重い。体を起こすことができなかった。何が起こってる？全身の自由を奪う青い怪物。彼女は青と青の波の隙間に一瞬彼女の白い、肌の白と胸元の緑がキラリと光ったのが見えた。彼女と引き離されている。大変だ、早く早く彼女の手を取らなければ。青に揉まれている彼女、手を取ろうとしても押し寄せる波に阻まれる。何か聞こえる。くぐもった。これは人間の話し声。ここに、彼女と俺の場所に他のやつが入ってきたというのか。俺は青い人工の海を必死にもがきながら彼女の方へ進む。彼女の白が青の波の隙間にチラチラと覗く。もう少しで彼女の手に届きそうだ。その時、ガサガサとひときわ大きな騒音に包まれる体に強い衝撃。青い波が彼女と俺の間に割って入る。体が飲まれ、視界が何度も回転する。途端に視界が開け、俺は外の世界に放り出される。空が逆転している。俺は慌てて体勢を立て直し浮上。目下、見慣れた河川敷に異様な異物。土色や草色の中に突如目の覚めるような人工的な青の塊。彼女はその青に飲み込まれようとしている。無抵抗に青い波に侵食され続ける彼女。その周りには取り囲む数人の人間。やっぱり人間じゃない感じですよね。カラスとかでなんか光物集めてるとか。飛べないとか言ってたけど。かすかに覗いて見える彼女の顔も、もう半分は飲み込まれてしまっている。この青いやつ何？
彼女の体が青い怪物とそれを操る人間たちによって大きく揺らされる。静かに眠ったはずの、閉じていたはずの彼女のまだある方の目が薄く開き、確かに俺を見た。もう声は聞こえない。でも彼女が呼んでいる。俺はあばあばば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 めちゃくちゃチカチカしている。飛び込んじゃおう。俺は何か考えるよりも前に全力で風を切り、彼女のもとに一心不乱に飛び込んだ。彼女とまだ一緒にいたい。たとえもう喋れなくても、彼女の体が土に帰るまで彼女を俺から奪うな。なんとかこの青い怪物から彼女を。突如影、人間の片方が俺と彼女の間に立ちふさがった。どけ。俺はそのまま体勢を変え、彼を足で強く払う。めちゃくちゃ足が強い。カラスじゃないかもしれない。爪が人間の肉に食い込む手応え。人間が何か言っているが、構ってはいられない。すぐに体勢を立て直して回り込み、彼女に襲いかかる青い怪物に向かって降下する。ビャー。頭の上に突如衝撃が走り、ぐらりと大きく視界が揺れる。平衡感覚が失われ、制御できなくなった体は突如重くなる。重力に負け、直下の彼女の元へと急速に俺の体は落下していく。青い怪物に飲み込まれかけている彼女が俺を受け止める。体に力が入らない。俺はちっぽけで、非力で、彼女を助けることができないのだろうか。彼女の手が優しく俺の手先に触れる。あ、彼女だ。また一つになれた。彼女はちっぽけな手でちっぽけな俺を許してくれる。俺は安堵し、一転して満ち足りた気持ちになる。ひどく眠い。彼女の冷たい胸に体を預け、まどろむのが気持ちよい。俺たちは一体になり、一つの生き物になったかのようだった。このまま彼女と眠りたい。彼女は俺にこのまま眠ることを許してくれる。俺は全身の力を抜き、彼女と深く沈んでいく。深く。さあこれから二人でどこに行こうか。どこに？行って、クソ血が出てる。人間1、2、3。あ、カラスでよかったんだね、やっぱ。でかいな。野鳥はバイ菌持ってるからな。帰ったら一応消毒しとけ。はあ、すいません。これどうしよう。手引っかかって思わず叩いちゃいましたが。あー、死んでるのか？わからんな。とりあえずこれこっちに。あれ？取れないな。あー、なんか仏さんの手がくっついちゃってますね。これ無理に剥がした方がいいっすか？あー、まあ無茶してこれ以上仏さんを尊重させちゃさすがにかわいそうだ。まあそのままでいいだろう。ここでできる範囲の検視は終わってるし、身元も割れてる。逃げ回っていた父親が昨日逮捕されて洗いざらい吐いたしな。あの父親、小さな女の子を死ぬまで虐待するなんて人間じゃないっすよ。仕立て屋だかなんだか知らないけど、逃げられた母親の服仕立て直して娘にいちいち着せてたってのも気持ち悪いし。そういうのは後だ後。死因は少なくとも見当がついてるしな。せめてもう少し早く見つけてやればよかったんだがな。司法解剖するにもここまで腐敗が進んでると難しいし、まあ、とりあえずそのカラスも仏さんと一緒にブルーシートに包んで持っていこう。そうですね。あー、仏さんの目玉食べたのこいつか。これ以上こんな小さい子が傷ついたらかわいそうっすよ。ひどいカラスだな。まあカラスは死肉を食べるからな。気に入ってたんだろう。この子も何日もこんなところで寂しかっただろうしな。お供がいたならまだマシじゃないか。そういうもんすかね。全部メモしたかな、と。
指紋はすでに赤く全身に定着、腹は割れ始めてる、全身から体液が漏水、膨張もやや始まっていると、眼球損傷は死後野鳥かなんかに食われた形跡。こんなもんすかね。よし、そろそろ運ぶぞ。はい、もうすぐあと数人来ます。はあ、小さい仏さんってのは何度見てもやるせないもんだな。そうっすね、あれ所長。でもこの子、父親に暴行されて死ぬまですごく痛くて怖かっただろうに、少し笑ってるっていうか、なんか安心した顔してますね。ネロとバトラッシュみたいになってるってこと？扉が大きく音を立てて閉まる。この部屋には外から鍵がかけられている。ガチャンという重い音にさらに憂鬱な気持ちになる。でもやっと解放された。お父さんは今日も怖い。綺麗なお洋服、お母さんのお洋服、ずっと憧れてた。私にも着れるようにしてくれるのはすごく嬉しいけど、綺麗なお洋服をくれる日は決まってもっと怖い。綺麗な服を着せられる日は必ずと言っても痛い。嫌なことをされる。だから嫌。こんな綺麗なお洋服なんていらない。全身が痛い。キシキシときしむ。お腹すいた。私も。重い体を引きずり部屋を徘徊する。ダメだ。ご飯ない。視界にキラキラときらめくものがたくさん目に入る。部屋中に散乱した母の残したアクセサリー。これお母さんのネックレス。なんだか飴玉みたい。口に入れてみる。やっぱり味しないや、硬い。ぺ、あー寒いな。大好きなフルーツがお腹いっぱい食べたい。学校また行きたいな。あ、カラス。外から声、いつもこの声がする。大きな声。声は傷に触ってビクッと体が跳ね上がる。なんだか誰かが叫んでるみたいな声だ。もしかしたら私みたいに助けを呼んでるのかな。誰かが呼んでる？怖くて痛くて。そうだとしたらとてもかわいそうだ。ちょっと怖いけど、でも今日は見てみよう。窓の外、お父さんに近づいちゃダメって言われてるけど、頑張ってお外を見たら何か変わるかも。ちょっとずつちょっとずつ。私はぐっと決意してカーテンを開ける。わ、影、なんか怖い、大きいな。人じゃないよね。窓の外に映るシルエット、鳥さんだ。この鳥さん知ってる。真っ黒で大きくてちょっと怖い鳥さんの声だ。カラス、カラスさん。私は恐る恐る外を覗く。カラスさんと目が合ったような気がした。カラスさんはこちらをじっと覗き込んでいる。私はちょっと怖くなって思わずお母さんのネックレスを抱きしめる。真っ黒で大きな大きな鳥。いつも窓に止まっているのは彼だったのか。カラスさんもこっちじっと見てる。私はもじもじしながら話しかけてみる。あなたはいいね。どこまでも飛んでいけるんでしょう。羨ましいな。思わず口から出た言葉。カラスさんは相変わらずこちらを見ている。私の言うことがわかるのかな。どうやら窓枠で羽を休めているようだ。近づきすぎるのは怖いけど、窓は開けてないし。開けなきゃ怒られないよね。恐る恐る手を伸ばそうとすると、朝みたいな声だ。カラスは瞬時に飛び立ってしまう。私はそれを呆然と目で追う。あっという間に空高く舞い上がったカラスはすぐに黒い点のようになり、そして空に消えた。わーすごーい。高い空に消える黒い影、なんて自由なんだろう。私も連れて行ってほしい。お父さんの手が届かないお空。お母さんがいるお空。背中に乗せてもらって。それは無理か。ちょっと私が大きすぎるかも。
でも次会った時に彼にお願いしたら乗せてくれないかしら。私が小さくなって、それか彼が大きくなったら、彼が大きく、そう、人間になってくれてここから連れ出してくれるとかは？あ、そもそも男の人かな？女の人かな？今度会えることがあったら聞いてみよう。また会えるといいな。そしていつか彼とどこかに、ここじゃないどこかに行けたら。めちゃくちゃ泣いてる音ってすごい包丁って感じがする。え4時1時間弱ぐらいで終わると思ってたけど、結構しっかりとしっかりと話があったね。怖い話じゃなくてよかった。萌え萌えカップリングの話だったから。カップリング？まあ。いやーよかったな。なんか普通に面白かったな。これルート分岐とかで話変わったりするのかな。全然セーブとかしてないけど。後で起きてから見てみようと思います。ではでは。